やっぱりそのご自身たちが現役中にはなかったこういったプログラムで、ぜひまさに現役の方々だとか引退間もない方々を応援したいと、自分のことを知って社会のことを知ったら、その統合していくデザインをする、そのきっかけ作りがこの12回だ。この学びで得たきっかけを日常の行動に落として実体験したときに、初めて学びの意味が出てくると思います。自分でキャリア戦略を持つべき時代に突入したっていうのが今のトレンドかなというふうに思ってます。今の時代、働く人、全ての働く人、職業を持っている人にとって重要な特徴かなというふうに思ってます。でこれは明らかに20年前とか10年前ではなかったコンセプトで、今よりそれが強化されているものだと思うので、ご紹介できたらなと。僕の作りたい世界はこれだっていうものがあって、その世界を作るためだったら別にどの道登ったっていいなって思ってるんですね。なんかやりたいことがあるとするならば、世の中のためになるのかっていう、その課題を、世の中の課題を何かちょっとでも解決する要素があるのであれば、僕はビジネスになる可能性があるかなと思ってます。うまくいきすぎてる時にいかに手放すかっていう視点でもすでに見てまして、このうまくいってることが長く続くはずがないっていう視点でも見てるんですね。そういう視点で見ることによって不足が毎日生まれてくるんですよね。で、不足が生まれたってことはもう手放さないとそこにアップデートできないっていう形なんで、そもそももう続くはずがないっていう前提に立ってるっていうのが答えになるかなと思います。